皆さんこんにちは。今日は映画館に行ってきました。はい。何しに行ってきたの？買え。それ買いに行ってきたの？うん。劇場版仮面ライダーオーバーツアークワークワうえうえひょいりーわー。はい、劇場版仮面ライダージオオーバーツアークオうん、いいよ。違った、逆だったね。なんと劇場版仮面ライダージオオーバークオーツアーの前売りチケットを買ってきたよね。うん、3200円もしました。高いわ。めっちゃ高かったよ、ハルくん。いいよ、いいよ。チケットハルくん一人で行かんといけんなったよ。いい？いける？うん。なんか最初と違うじゃん。もらったものと違うものがいっぱい入ってるよ、これ。いいよ。ハルくんのカバンじゃないんだから。それではね、もらってきた限定ライドウォッチ確認していきましょう。うん。それもらってないでしょ。ラウキ。それは何？もらったの？誰にもらったの？教えてよ。最初。まず最初にこちらの映画のチケットをもらいました。これはね、映画を見るときに必要なカードになります。カードももらえたけよかったな。はいはい。でも本当に欲しかったものは何ですか？いい？いいよ。ハルくん今回もらってきたのがこちらの限定商品ジオバージョンデラックス電話クライマックスフォームライドウォッチになります。うん。手に入ってよかったね。あ、日本で5万セットしか売られてないからね。うんこーん。じゃあね、それではね、音声確認していきましょう。はい。クライマックスフォーム。おお、気に入った。イマジンたちの力が集結、デオクライマックスフォーム。ガチガチ。はい、じゃあ時空ドライバーつけてみる？はい。ちいで。何だった？しょうがちち。ちちくれよ。電池がない。うん。はい、電池入れ替えました。どうぞ。じゃあ、じゃあ。シは、今回はデラックス電王クライマックスフォームライドウォッチを紹介してみました。よかったね。やったー。日本に5万セットしか持ってないからね。え、単純に計算すると5万人しか持ってないっていうことでね。はい、いいよ。みんないっぱいの人が持ってるんだね。うん、というぐらいね、すごいライドウォッチを手に入れてきました、ハルくん。皆さんもこちらのね、電王クライマックスフォームライドウォッチが欲しい方はプレミア前売りチケットを購入してみてはいかがでしょうか。はい。それでは皆さんまた見てくださいね。バイバイ。チャンネル登録はこちらからしてね。はい。